桜の季節ゴールデンウィークの晴れた日に、宿川を泳ぐ鯉のぼり宿川は、兵庫県南東部を流れる河川。二級水系の本流である。六甲山地の東端のゴロゴロを竹を水源に、兵庫県西宮市南西部を南流し、大阪湾に注ぐ。なお河口は、お前浜公園内にある。河川寺木沿いにある、宿川公園は、全長約4キロメートル、総面積。 約20.8ヘクタールにわたって整備されており、松と桜の並木が続き、阪神間有数の継承地として有名である。特に桜は、約2.7キロメートルにわたり、約1660本植えられており、毎年桜の名所として、多くの花見客が訪れている。桜の種類は、ソメイヨシノ、山桜、大島桜、寒山、不ン像ほか15種である。 1990年に日本桜の改選定による日本桜名所百選に選ばれた。北から順に、阪急神戸本線、JR 神戸線、阪神本線が宿川にほぼ直行している。このうち、阪急神戸本線の宿川駅と阪神本線の高路園駅のホームが宿川橋梁場にある。また、阪急紅葉線は、 宿川駅から倉國園口駅まで宿川右岸を並行した後に宿川を越えて紅葉園駅に至る。JR 神戸線の桜宿川駅は宿川の左岸に設置されている。宿川上流部は山陽新幹線のトンネルの上を流れている。ありがとうございます。